皆さんこんにちは。こんにちは。鈴木はじめです。中村太一です。今回はですね、私がちょっと疑問に思ってたことがありまして、大駒と小駒、本当はどっちが強いんだというところはね、私の中で言うと大きな疑問でして、はい、で、それで太一先生とこれで勝負をしてみたいなと思ってます。これは飛車角軍団対金銀桂香軍団。はい。で、持ち駒にするわけね。持ち駒にするっていう感じなんですけど。どっちが強いか。こう、いや、難しいね。でも、こっち大量にあるから強そうに見えるけど。戦後は？戦後は、大駒の方が先手番でいきたいと思います。パッと見じゃどっちかわかんないですね。いや、そうなんですよ。これ、両方持ってもいい。見ますか。そんなに自信ないんだろ。ちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。はい。じゃあ、どっちがいいとこありますか。じゃんけんで選ぶか。じゃあ、私はでもやっぱりお金いっぱい持ってたいんで、こっち小駒から行きってもいいですか。そうですか。こっちも万札いっぱいあるよ。はい。じゃあ、私が今回は小駒の方を、はい、渡していただきます。はい、いや、これ多分ちょっと疑問に思ってた人多いと思うんですよね。まあでもやっぱり飛車の大駒好きな人が多い気もしますね。これ持ち駒乗るかどうか問題はありますね。じゃあ一手10秒で検証しましょう。こんなに持ってることないよね。ないですね。ちょっとすいません、お貸し持っていいですか。はい、失礼します。はい、じゃあ私の先手で。はい、ではお願いします。お願いします。これいいかな、この音で。いい。あ、ちょっと音が弱いか。なんか音かすれてる。うん、かすれてる。ちょっと電池がないよ。読まないでよ。読まないよ、今のうちに。どうしたらいいかな。だから読むなって。読んじゃダメだよ。じゃあすいません、失礼しました。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。いや、積んでもおかしくないね、まずね。4、積んでもおかしくない。時間勝負だもん、これ。手を渡した瞬間にやっぱ危ないもんね。やばい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 。失敗した。神経使うな、これ。そうか。タッポキとか言って。3 4 5 6 7 8 1 2 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 3 4 5 6 7 8
参りました。ありがとうございました。いやー、そうか。止まっちゃったらもうダメだったな。なるほど。詰ませらんなかったから攻めちゃったのが。ちょっともう一回いいですか？もう一回いいですか？ちょっとこうやったらよかったかなって思えた戦法があるので。はい。いやー、嬉しい。そうかじゃあ、お願いします。はい、お願いします。直前はないんですかね。これが、ないですね。いや、そうか、逃げたら幽霊罪なのか。しなって、罪だったのか。今日って、銀って、最後ちょっと分かんなかったな。ちょっと大駒の方が有利ですかね。終盤戦だね。終盤戦ですね。ちょっと私が大駒でいいですか。あ、そうですか。はい、ちょっと悔しいので。ちょっと悔しいんだよな。悔しいですけどね。あ、いや、でもやっぱ私ここまで行きましょう。これ、最後の決勝戦でいいですか。あ、分かりました。はい。やっぱり。じゃあ、お願いします。じゃあ、お願いします。よろしくお願いします。同じことを。1、2、3、4、5、6、7、8、9、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 1
いやどっちだ。1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、6
いやー、負けましたね。負けました。いやー、そうか。ちょっと大駒有利ですかね。いや、そんなこともないと思うんですけどね。私の逃げ方があれですかね。いやいや、これちょっと研究しがいがありますね。いや、私ここまで自信あるけどな。自信ある？うん。やる？やらない。まあでもこんな感じでちょっとすごい悔しいですね。はい、イメージ待ってます。はい、ぜひ皆さんもコメントでどちらが勝ちか教えていただけたらなと思います。ありがとうございました。